それでは表題の文献を丸山が紹介します。おっとっと、この研究は、その言語モデルの、分類タスク、いろんな分類タスクにファインチューニングさせるという、その手法の、提案についての、論文です。で、なんか既存の手法よりも、より、シンプルな手法っていうのを提案していて、で、それによって、シンプルでなおかつ、その今までの手法を超えるような性能っていうのを達成しましたというような内容です。はい。で、その既存の手法ってどういうものかっていうと、代表的なのが、これになってて、で、左から順番にこう3つのステップで、言語モデルを最初にプレートレーニングして、でその後に、その目的のタスクに合わせてファインチューニングしてあげて、最後にこの分類する層をファインチューニングしてあげるっていうような 3つのステップに分かれてて、で、その中でいろいろ工夫があって、その各そのレイヤーで学習率を変えてあげたりとか、ファインチューニングをするときにそのラーニングレートをこう三角形、ここの図にあるような三角形の形でラーニングレートを変化させてあげるみたいな、いろいろちょっと複雑な工夫っていうのが必要になってきます。で、これ結構手順がいろいろ複雑なので、それをシンプルにしたのが今回の提案手法です。で、どういうものかというと、モデルは こちらの図になってて、その左側の方は、普通に、言語モデルのプレートレーニングですね。その単語を入れたら、次の単語を出力するように最初に学習をさせてあげるという、その一番上の、ロス関数が、それに、相当します。で、そのプレートレーニングしてあげた後に、この図の右側の方ですねっていうので、ファインチューニングをしてあげるっていうところで、大きなそのさっきのモデルと、大きく違うところは、ここで分類するなんかファインチューニングをさせる部分と一緒に、ここでも言語モデルの、この入れた単語に対して次の単語を予測させるみたいなタスクも一緒にこう学習させながらファインチューニングしていくっていうやり方で、ロス関数はその言語モデルに、ガンマ、言語モデルのロスにガンマがかかっている形になります。で、これはハイパーパラメーターで、ここでは、そのエクスポネンシャルで、指数的に減衰させていくということをやってます。で、また、オプションで、そのシーケンシャルアンフリージングといって、ファインチューニングするときに上の方から順々にこう回答していって、ファインチューニングしてっていうのを繰り返していくっていうようなことをやります。で、これがモデルの、全容です。はい。で、ここからは、具体的な実験設定の話です。で、今回使うデータセットは、5つあって、いずれも分類タスクですね。クラスが様々あって、データ数がこのくらいというような形です。はい。で、結果です。ここがそれぞれのタスクになってて、で、あとモデルは上から順番にバックオブバーズと、ニューラルバックオブバーズ、あとはプレートレインした言語モデルと、シーケンシャルアンフリージングを足したものと、今回のロスの関数をちょっと変えたものと提案手法で、その下が、既存の手法ですね。ウィキとツイッターでそれぞれプレートレインしたものになってます。で、この表から、その今回加えているその言語モデルのロスみたいなのを一緒に入れてあげてファインチューニングさせるっていう効果があるっていうことが分かります。また、これ既存の手法に比べても、高いスコアを得られているっていうのが、この表から分かります。で、その他にもデータサイズを変えるっていうこともやってて、で、その図が、グラフがこちらになってます。で、実線で表されているのが今回提案しているもので、破線で表されているものがその既存のモデルです。で、このグラフから、多くのデータセットで、その提案手法がその既存のモデル、大体1000データ、1000エグザンプルくらいで、その既存のデータ、既存の手法に匹敵するような性能を達成しているということが分かります。はい。
で、まあ、今回その、まあ、言語モデルのロスをなんかファインチューニングの時に加えてたんですけど、まあ、それを減衰させるってことをやってたんですけど、まあ、どういう設定にしたらいいのかなっていうのが、まあ、このマトリックスになってます。で、まあ、この横が、イニシャル、まあ、初期値で、縦が、その最終的にまあどのくらいのガンマで落ち着かせるかっていうもので、今ここで使ってるのはまあ SCV2 っていうまあデータセットでの評価になるんですけど、まあそんな初期値もまあ 0.2 くらいで低めに抑えて、まああんまり変えずにまあ 0.2 から 0.1 くらいのガンマの変化っていうのがまあベストであるっていうのが、まあこのヒートマップから分かります。はい、まとめです。今回は、そのプレトレインした、まあ、言語モデルっていうのを分類タスクにファインチューニングさせる、まあ、その手法を提案しています。で、まあ、より既存の手法よりもよりシンプルな方法で、まあ、なおかつ、それを超えるような性能っていうのを達成しています。はい、以上です。